プロンプトエンジニアリングの時代だと言われ始めました。でも、チャット GPT が思ったように動いてくれなかった。そしてダライにもプロンプトのテンプレートがあるけど、どんな風に使ったらいいのかよくわからなかったなので検索してみた。ダックダック号を使っているんだけど、一番最初に、人はライテンバイデレクスレーター、デレクスレーターという人だ。そこを読んだらとてもわかりやすくて、なるほどで、やっぱ自分がうまく使えてなかったんだと思わせられるような内容だったで、ここでそれを紹介したいんだけど、その前に情報の確からしさという意味でいくつか書いておこう。まず掲載場所の信頼性ネタを読んだ後に見たんだけど、掲載場所は https://www.griprom.com/ と読むと、このサイトには真剣に考えるような人向けの情報は一切ありません。面白おかしい話だけ掲載しています、というようなことが書いてある。このサイトのライターの一人にこの人の名前も書いてあった。一応、オーナーの承認しているライターということのようだ。後でわかるけど、こんな人たちを承認するくらいだから、オーナーって人も相当な人なんだろう。しかし、シリアスな情報を求めている人は別のサイトで確認してね、とまである。そんなことを正面切って最初にアバウトに書いてあるサイトなんて見たことがない。これは普通じゃなさそうだと思いつつ、この人はと調べたらこれもなるほどという人だった。まず情報の確からしさを確認したので、掲載するよ。本人がすごい人だというのは最後に取っておくね。見たい人は飛ばすか、実際にサイトを見るよね。ネット時代は自分で確認しないとね。それができるのがネット時代。安易にまたにき情報を鵜呑みにしちゃいけない前置きでした。始まり始まり。チャットボットと言語モデルの世界にようこそ。チャットボットの一貫性のない、信頼できないレスポンスにご不満のあなた、このガイドが助けになるでしょう。チャット GPT で使うプロンプトのもっと効果的な書き方を知ることができます。以下のヒントに従えば、正確で役に立つ使い方ができるようになります。1. ゴール地点をはっきりしておく。目的を明確にしてから開始する。チャットボットに何を達成してほしいのかを決めておく。情報が欲しいのか、話し方、話の進め方なのか、問題の解決なのか、あなたの質問が曖昧なら返ってくる答えも曖昧になる。2. 簡単にまとめる。要点を絞る。プロンプトは要点をまとめて短くする。不要な言葉を使わない。不要な情報を使わない。ボットが混乱したり、レスポンスが遅れたりする。ロボットであって人ではない。丁寧さは必要ない。X について一段落分かけが適切。X というものについての一段落文を書いてほしいのです。ではなく、どちらも似たレスポンスを生成するかもしれないが、後者の方が時間がかかるはず。良い出力を得るには、修正が欠かせない。ロボットの働きを効果的にするために必要なのは、丁寧さではなく、時間をかけること。3. 普通に使っている言葉を使う。自然言語を使う。プロンプトは理解しやすいか、日常語として使われているものか、ここがチャットボットに文脈を理解してもらい、適切なレスポンスをしてもらうためのポイント。4. わかりやすく、はっきりと、曖昧さを避ける。プロンプトは具体的であること、曖昧でないこと、複数の意味に取れる、多義的な言葉やフレーズを避ける。違う解釈をしてしまう可能性がある。思っていないことを生成し始めたなら、停止させて、プロンプトを変えてみる、リフレーズさせてみる。5. どんな場面、どんな状況での話なのか、場面設定を説明する。文脈を与える、コンテキストを与える、十分な文脈を与える、チャットボットが会話の文脈を理解できるように。適切なレスポンスが返っていないときは、例えば複数のインストラクションがあるけれども、複数の頼み事があるけれども、チャット GPT が理解できてないようなら、使っているプロンプト自体を分析してもらおう。いるかとオバマの例。Below is an instruction that describes a task, paired with an input that provides further context. Write a response that appropriately completes the request. ## instruction. このプロンプトのタスクをブレイクダウンしろ。イルカについての短文をあなたに書いてほしい。面白おかしい話であること。バラク・オバマが話に登場するものであること。タスクは2パート。1. イルカについての書物であること。バラク・オバマ大統領が登場すること。ユーモラスな文章であること。2. まず、この知能ある海洋生物について理解すること。生態、習性、生息地など。3. 次に、得た知識からバラク・オバマが関係する文章をユーモア交えて書く。例として、オバマの政策とイルカの習性との関連を比較すると面白いストーリーをいくつか出すことができるのでは。6. どうにでも取れる質問をしない、明確な答えが出せない質問をしない、関連しないレスポンスが返ってきたり、混乱したようなレスポンスが返ってくる。7. キーワードを使う。プロンプトの中で会話のトピックに関連するキーワードを使うチャットボットが文脈を理解する助けになり、適切なレスポンスが得られやすい。8. 具体的にわかりやすく、チャットボットに与える情報は具体的にする、いろいろな答えがあるかもと自分が想像つくような問いかけはしない。 9. プロンプト自体をテストしてみる、問いかけを試してみて修正しながら使う、どんな答えが返るのかをテストし、必要な修正を加える、プロンプトをリファイン、修正して使用者としての全体の利用感覚を向上させる、出てきた答えが気に入るものでなければ早めに止める。10. シンプルにする、プロンプトは複雑にしない、一目でわかるようなわかりやすい文章にする、複雑な言葉や業界用語は使わない、チャットボットが混乱するような言葉、またユーザー自身が意味や適切な使い方がわからないような言葉は使わない。まとめです。プロンプトは簡潔に、理解しやすいものにする。複雑な言葉の使い方は避ける。チャットボットも利用者も混乱するような技術用語、業界用語は避ける。効果的なプロンプトを書くためには、ゴール、求めるものの理解、文脈の理解、会話で使う言葉の理解が欠かせない。上に挙げたティップスを使って、チャットボットレスポンスの品質と正確性を向上させよう。そしてあなたの総合的な目的を達成しよう。
AI は物語のプロデューサーである。ジブリのような物語のあらすじを書きたい。不思議の国のアリスとの関連を持たせたい。物語はユーモラスにしたい。タスクをブレイクダウンしろ。了解しました。物語をプロデュースするために、以下のタスクをブレイクダウンします。物語の設定を決定する物語の舞台や時代、人物などを決定する必要があります。不思議の国のアリスとの関連を持たせるために、物語をファンタジーや不思議な世界で展開することが考えられます。物語のプロットを考える物語の主人公や目的、障害などを設定し、ストーリーを構成します。不思議の国のアリスとの関連を持たせるために、アリスが登場するか、あるいはアリスの物語からヒントを得てストーリーを展開することができます。キャラクターを作り上げる物語に登場するキャラクターたちの性格や外見、立場を設定します。ユーモラスにしたい場合、キャラクターたちにコミカルな性格や行動を与えることができます。物語の構成を考える物語をどのように構成するかを決定します。ユーモラスにしたい場合、コミカルな展開やジョークを巧みに使い、読者を笑わせるシーンを挿入することが考えられます。物語の完成度を高める物語に必要な修正や改善を行い、完成度を高めます。物語の面白さやユーモアのレベルを確認し、読者にとって魅力的な作品に仕上げます。以上が、物語をプロデュースするためのタスクのブレイクダウンになります。実行しろ。私は AI プログラムであり、物語を実際に書くことはできません。ただし、以下の例を参考にして、物語のプロットを作成することができます。物語のプロット、舞台は不思議な世界。主人公は少女のサリー。彼女は不思議な世界で、突然出会った白ウサギに連れられ、旅をすることになる。サリーは白ウサギに連れられ、様々な場所を訪れる。その中で、不思議な出来事に遭遇することが多く、その度にサリーは驚きや困惑を隠せなかった。ある日、サリーたちは不思議なカードゲームに出くわす。そのゲームを担当するのは、不思議の国のアリスであった。アリスはサリーたちをゲームに参加させ、自分たちの世界を守るために戦うように言う。サリーたちはアリスと協力して、敵と戦うことに成功する。その後、サリーたちは白ウサギと共に、元の世界に帰ることができた。ユーモラスな要素、白ウサギはいつも時間に追われていて、取り乱している様子を描写する。不思議な場所に出くわすたびに、サリーがツッコミを入れる場面を作る。カードゲームの最中に、サリーたちのカードが急に巨大化してしまうというトラブルが発生する。このように、物語のプロットを考えることで、ユーモラスな要素を取り入れながら、不思議な世界を舞台にした物語を作り上げることができます。